あれですよね、話し相手のみたいなね。おって、はい、はい、皆さんこんばんは。はい、これからは、ファミコンのゲーム最後だと思います、ロマンシアの RT の時間です。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、まあ、美麗なグラフィックでお送りしておりますけども、はい、まず私の自己紹介です。奏者は私、解説もします。ちなみに、はい、浅澄と申します。先ほど、あの麻雀ゲームトンフーの解説をやっていました。あとはですね、まあ、1年くらい前ですね、RD in Japan、様2023の時に、パネルクイズアタック25でお世話になりました。あの時かなり話題になってて、大変光栄に思います。そして、本日は、まあ、解説はもう私ぶっちゃけやるんですけれども、はい、話し相手として、はい、こちら隣に今バカンダさんがいらっしゃいます、はい、ではバカンダさんお願いします。はい、はい、私話し相手の、バカンダと申します。過去の RT in Japan では、実写ガンダムや、ノットトレジャーハンターなどのちょっとユニークなゲームを走って、はい、おりました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、必勝ガイド、はい、持って基本的には私がやります。はい、はいはい、ということで、で走る前に1点、お断りしておくことがございます。はい、本日走る環境ですが、このように、レトロフリークで走らせていただきます。はい、なんでかというとですね、ご存知の方もいるかと思いますが、このゲーム、まずセーブ機能とパスワード機能ございません。はい、そして、罪になる要素が大変もう随所にあります。それはまあ、はい、この後、まあ、私の解説等で、いろいろ明るみになるんですけども、はい、もしももしものための、はい、まあ、リカバーデータを、はい、いくつか用意した、もので走ります。はい、今まであのいくつか他のイベントでですね、まあ、このロマンシア走ってるんですけど、その時はいずれも、全部特に、なんリカバーデータを使うことなく積んでいるので、はい、まあ、大丈夫だと思うんですけども、はい、責任持てないのでこういった形になっております。よろしくお願いいたします。はいはい、では、タイマースタートのタイミングは、タイトル画面から次の画面に移り変わって、ジキラが左の方に出てきた時ですね、それに合わせる形で、3カウントいきます。はい、はい、それでは、ロマンシア出たらいいでしょうかな。はい、うん、はい、いい絵だ、うん、いいですね、とてもいい絵だ、うん、はい、それでいきます。3、2、1、はい、スタートグッドトラックです。グッドトラックです。はい、それでは、このゲーム、アクションアドベンチャーゲームですね。はい、ということでとりあえずなんか人いるから話しかけます。はい、で、まあ、いろいろもらいました。はい、で、まず、ファミコン版のロマンシアでは、まずこの冒険の森というところから始まります。はい、でこの、今ファミコン版ではって言ったということですね、別のがあるということです。はい、で、例えばですね、MSX とかですね、はい、まあ、PC88 とかっていうのご存知の方どれぐらいか分かんないですけど、そういったレトロな PC でも、こちら出てるんですね。そっちが先で、うん、その後にいろいろ調整等されてですね、こういった形でファミコン版出ております。でこの最初のこの、冒険の森のこの、戦闘シーンはですね、はい、まあ、ファミコン独自のものになってます。うん、で今、これは、一定の条件を満たすと先に進むようになっていて、このぴょんぴょん飛び跳ねてる方の敵を16匹倒すと、はい、先に進む、ためのなんか、オーブが上から降ってくる予定なんですが、はい、あ、来ましたね、よかったよかった、はい、はい、ということでこれ後半進みます。で今何しようとしているのかというと、はい、ロマンシア王国に向かっています。はい、はい、で、ロマンシア王国に向かって何をするのかというと、このメインのシナリオは、ロマンシア王国のお姫様セリーナ姫っていうんですけど、はい、がさらわれていてですね、であとロマンシア王国も、はい、まあ、大変なことになっているということで、うん、それをまあ救うというのが、主な、あらすじになっております。はい、はい、でですね、この、次のシーンの奥に、ボスがいるんですけど、そのボスを倒すと、ロマンシア王国に入れます。はい、で、ロマンシア王国の、BGM 大変素晴らしい曲ですので、はい、その、入った先に、際にですね、バカンダさんに、ちょっと歌ってもらいます。はい、では、はい、ボスです。先にちょっと予告してきました。はい、ありがとうございます。で これアンギラスというボスです。はい、はい、で基本的に RTA では、ボス戦はですね、インファイトを仕掛けていきたいんですけど、ちょっと呼吸悪いですね、はい、これね、うん、あ、来ましたね、来ましたね。はい、ではお願いいたします。はい、クスクス笑い声風のいたずらなの、目覚める光には愛が溢れている、魔法の呪文から覚めた恋人たち、愛のメロディー奏でるのは風のシフォニー、不思議の国そよ風のロマンシア、待ち続けてた
パラダイス。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということでですね、今歌ってる何をしたのかだけ言っときますと、はい、湖の底に杭が3つあって、それを右左真ん中という順番で押し込み、はい、湖の番人に話しかけて、水門の奥に進めるよという形にしました。フラグ立てるだけですね、はい、後でいきます。でそして、こちらで、薬をもらいます。これ呪霊の薬というのが正式なんですが、はい、今ここでやろうとしていることは何かというとですね、はい、画面の右下をご覧ください、はい、画面の一番右下に指輪のアイコンがあるかと思います、はい、今1に上がりました、はい、こちらカルマと言います、はい、カルマというのは平たく言うと善行値、つまり良い行いをすると増える、うん、逆をやると減る、そういったものになります、はいはい、でこれを今5に上げるために、うん、まあ、いわゆるお使いイベントをやっているという形になります、はい、結構時間かかります、はい、で、なんですけれども、まあ、この、ね、薬ですね、まあ、どういった形で使うのかというと、まあ、基本的にはこのカルマ上げるためにですね、困ってる人、まあ、病気の人とかね、まあ、そういった形でいろいろ上げていくんですね、はい、で、なんですけども、ここもね、気をつけないと、うん、いけないところがあるんですね、うん、はい、はい、で、まあ、この薬なんですけども、これを上げますね、はい、で2つ目ここ、はい、さあこれ2になりましたね、はい、2になりました。で、はい、まず3つ目受け取りに行きますね、はい、はい、で、まあ、この、薬ですね、まあ、自分のために、まあ、この主人公のファンフレディ王子のためにですね、はい、使うことも いわゆる回復アイテムとして使うことも可能です、はい、その場合は、一気に最大値の30まで、うん、あのハートヒットポイントですね、うん、が回復します。便利ですね。便 利, です、はい、便利なんですけどね、これね、うん、有限なんですよね。あ、なんと何回もらえるんですかね、この赤い、7回ですね。7回、はい、7回までしかもらえませんっていうのはぶっちゃけどこにも書いてないんですけど、はい、まあ、まあ、イベントで5つ使うことになります、はい、ですので自分の都合で3回使うとですね、うん、罪となります。はい、もうクリアできないということですね、はい、なので、うっかり使ったりしないように、気をつけたいところですね、はいはい、ということで今3つ目ですね、はい、はい、ちょっと遠いところになります。3つ目と4つ目ちょっと遠いですね、うん、はい、曲がいいですね。はい、曲いいな、はい、うん、ということで井戸に投げました、はい、で、井戸に投げて、これ、まあ、水が汚染されていたということで、うん、はい、これで綺麗になりました。で、うん、隣にいるおじいさんから、うん、紐ですね、紐ですね、はい、これは何かというと、薬もらったりするあの教会のてっぺんにある、うん、鐘を鳴らすための紐です。これで、はい、鐘を鳴らせるように、まあ、この後鳴ります、はいはい、で、そしてその後ですね、まあ、都度、必要に応じてですね、鐘をどんどん、鳴らしていくので、うん、そこはまあ見ていただければと思います、はいはい、ということで、こちらで紐を上げて、はい、4つ目の薬もらうと、はい、で今度はちょっと一番遠いところいきますね、うん、はい、はい、ということで、はい、このね、大変素晴らしい BGM で、うん、お送りしています、はい、そよ風のロマンシアという曲ですね。そうですね、はい、ということで、結構長いですね、うん、はい、で、あとは、まあ、他のパラメータについて軽く説明しておくと、はい、剣の15ってなってるやつがあるんですね、はい、あれは何かっていうと、B を長押しすると、剣がしばらく出っ放しになって、その後、はい、さらに押していると発射されるという、ね、はい、飛び道具の回数ですね。ちなみにここ危険ポイントですね。これ危ないです。これ、ね、危ない危ない、これですね、今ね、 あの、はい、あえて、まあ、ベッドを飛び越えるような形で移動しました、はい、これね、あの寝てるあのベッドあったじゃないですか、はいはい、あそこのところで、下ボタンを押すとですね、はい、猫ババできます。あ、なるほど。で、猫ババするということは悪行ですので、これカルマが下がります、はい、お金が増えてカルマが下がります、はい、で、この時点でカルマを下げると罪となります、はい、あ、またもうなので、それを避けるために、今回飛ばせてもらいました、はい、はい、ということで、ここで、今ね、シレッと、ね、はい、納品との入り口に入りました、はい、どこにあるのかという話ですけど、はい、ここで、奥に進んでいて、まあ、左の方にちらっとですね、あの妖精が映っていたと思いますが、はい、あちらに、向かって、今降りています、はい、うん、で、これ真ん中のところですね、2段ジャンプうまくできるとですね、数秒レベルの短縮になるんですけども、はい、ちょっとね、このゲームのね、うん、2段ジャンプめちゃくちゃ難しいので、そうですね、はい、まあ、はい、まあ、今日は1回披露することになると思うんですが、はい、はい、ということで、黄金の鍵という必殺点もらいました、はい、で、これなんかミスった感じになってますけど、これ誰がやってもこうなるんで安心してください、はい、ね、はい、ということで、こちらに今入りました、これ楽園という場所です。はい、しれっと来ましたね、これで、場所はノーヒントです、はい、そして、場所がノーヒントの聖水というアイテムと、はい、場所がノーヒントの生命の木の実というアイテムをもらいました、はい、
ましたね。はい、はい、で黄金の鍵はこの後使うんでそちらでということで、はい、2つ目の聖水はこれは、はい、使うと、モンスターの姿にされて人間を浄化するという役割があります。このたくさん使います、はい、でそして一番右のアイテムはこれは生命の木の実で、これファミコン独自のものなんですが、ヒットポイントがゼロになった場合はコンティニューになります。はい、はい、なんか取り出てきましたね。はい、でこれおっと取れない、いやこれちょっと若干の運絡むんですよね、うん、あと当たり判定がよくわかんないですね。はい、ということで精霊というアイテムをもらいました、はい、これ、大変重要なアイテムです、はい、はい、あと説明します、はい、ということで、次は最後の薬を使いですね、うん、はい、はい、ということでもらって、もう一回話しかけて十字架を差し上げましょう、はい、もらえないですね、はい、どこにあるんだってね、これね勢力でここからもおいでいくんですね、はい、あポキッとねこんなん分かるかいっていう感じですね、はい、これ、うん、はい、ということでこれで一応、取りたいと思いました、はい、で、この十字架を持っていないと、うん、この後追加でアイテムもらえないんですね、はい、なのでこの順番で私は回ることにしています、うん、はい、ということで、あとは、薬最後はこのこっち側の強化ですね、はい、で、ポーズしてカーソル合わせて、うん、で上で、はい、でさらに話しかけると、ね、聖なる衣という、非常に重要なアイテムをもらいます、はい、で、これでですね、次のステップに進むことができます、はい、でこれがないとどうなのかという話もちょっとここで触れておかないとまずいんですけども、ね、薬をもらうあの教会の右側の方にですね、うん、はい、雲に乗っかっていたおじいさん見えてたと思います、はいはい、あちらにですね今のようなこのカルマごと衣、はい、この条件を満たしていない状態で、はい、連続で話しかけるとですね、はい、ゲームオーバーとなります。あ、なんとなのでこれで大丈夫ですね。これ今、はい、なんかね、命を どうのって言ってますけど、はい、殺されてますね、これね、はい、一応 ね、 天使ですね。ここはちょっとアンチに入ってお茶たんですね、はい、これ、はい、休憩時間ですね。さあここでダメージ受けないんで浅瀬さん、休み中ですが、はい、でこれで展開に向かってます。はい、はい、この、行ったり来たりは、順調にいけば4往復となります。この1回目ですね、はい、うん、大丈夫だね今のところ、はい、ちょっと怖いですね、これ喋りながら注意力3倍になっててちょっと怖いですね。大丈夫ですよ、はい、今のところですね、はいはい、ということで、これ何をするかというとカルマに応じて、はい、こういうふうに話しかけてなんかこう、うん、物をもらったりします、はい、で今のやったことは一人目はですね、聖水の、まあ、呪いを解いてもらいました、はい、呪いってどこに書いてるんだって話なんですけども、はい、でもう一人は、まあ、単純に MP を回復してもらいました、はい、ということでこれで、MP が、もらえましたので先に進むことができます、はい、これで魔法のアイテム、まあ、例えば聖水とかですね、はい、そういったものを使うことができるようになります、うん、ということでこれで、鐘を鳴らして、はい、虹のロッドというアイテムをもらいました。で、はい、次に、6つ目の薬を拾っておきます、はい、でこの虹のロッドというのをこのすぐ使うんですが、この橋隣の国アゾルバという国があるんですが、はい、こちら、まあ、ボロボロになった国なんですけども、こちらに、渡るためにこういうですね、はいはい、おっとっとっと、おー、むちゃ飛んでた。これ、そうなんですよ、あの緑の、ね、鳥たまにこういうことが起きますね、はい、危ない危ない、剣の出が遅かったですね、はい、はい、でこの魚ちょっとこれ乱数要素が多くなりますね、うん、はい、でここで、MP を、しっかり使って打ち漏らしなく元、はい、人間だった、はい、モンスターをこのように浄化します。今日めちゃくちゃ丁寧にやっています、うん、これ打ち漏らすとロスになるので、はい、きっちり10回はい、OK、うん、はい、でカルマ15よし、はい、ということでここで OK ですね、はいはい、でカルマが増えたということは天上界に登ってでやれることが増えるということになります。なので、はい、次天上界に、行く、2回目ですね、はい、となります。おい、危ないですねこれ、うん、危ない危ない。で、ただですね天上界に行って帰ってこれないとまずいですよね、はい、で帰ってくるためには、先ほど1回目の時に、ご覧になったかと思うんですが、はい、精霊がないとですね、はい、元に戻れません、はい、なので精霊ない状態で上に行ってちゃうと、はい、罪となります、はいはい、なので毎回で、はい、精霊ね、精霊あるねっていうのを確認して、はいはい、で、でこの、まあ、こいつらも、ね、やり過ごしかないんで、はいはい、休憩ですね、はい、休憩です、はい、だからアンチがありますね、うん、左上の方に一応あるんですけど、まあ、まあ、あえて左上行く必要がないですね、うん、はい、で、まあ、精霊ね、まあ、さっきから鳩から撮ってましたけど、はい、この今この映ってるこの天使から撮ることができます。お、はい、通算2回目撮ることができるんですが、はい、ここでもしも撮り逃したらというのがあるので、はい、今回はもしも、はい、もしものこと考えてド安定の鳩からということになっております、はい、よろしくお願いします。で、2回目から、2番、はい、3番で、ね、はい、で OK ですね。で、はい、今 MP の回復 と、太陽のランプというアイテムをもらいました、はい、こちらは何かというと、地下室とか、まあ、暗いところに、潜っても、まあ、明るくなるという、ね、はい、まあ、そういったのは必須ではないんですがそういったアイテムになっています、はいはい、ということで、はい、でもう一回アゾルバに行きたいので、はい、虹のロッドを拾って
ってこれね、うん、毎回やらなきゃいけないんですね。そうですね、はい、手間ですけども、はい、で、もう一回いきます。で、うん、次は、カルマ30にすることと、はい、アイテムの取得ですね、はい、で向かいます、うん、はい、あ、おー、危ない危ない危ない、危ないな、うん、本当に結構抱えて、はい、で、まあちょっと進むついでにこういう風に浄化していって、はい、で、ここに今シレット入り、はい、で、こんなとこにあるんかいという話ですね、うん、なんかシレット、ね、はい、誰も教えてくれないんですけど、はい、で、基本的にノーヒントで進行してます、はい、なんか人がいっぱいいますね、人がいっぱいいて、はい、このおじいさんに話しかけます、はい、そうするとその後に巻物を授けようというふうに言われます、うん、これ必須ですね、はいはい、で、まあ、巻物自体ですね、他にあの突っ立ってる、おじいさんからも、はい、もらえます、はいはいはい、右の方に見るんですけど、で、うん、もらえます、なんですけどもですね、他のおじいさんからだと偽物なんですね、はい、あ、なんとそんな情報が、はい、で偽物だったら、はい、偽物マークとかね、なんか別のグラフィックとかそういうの、ね、はい、になったりしてくれたらいいんですけどね、はい、全くないです、はい、しかも偽物っていう普通に進めてると、はい、偽物かどうかっていうのが、うん、発覚するのかなり後になりますので、うん、大変なことになりますね、はい、だからもう総当たりするしかないですね、はい、で、今、じゃあ何しようとしてもカルマ30は、はい、あれ展開いかないんですかという話なんですけども、うん、そうですね、ちなみに、まあ、30最大値なんですが、はい、ちょっとその前に、やることが、一つあります、はい、こちらです。先ほどお世話になった湖の番人に話しかけます、はい、そうすると、何と言ってるかというとちょっと、ね、うん、でもしかも、ね、巻物の呪いを解いて死んぜよということで、うん、呪われてたんかいという話なんですね、そうそうそうどこにもそんなことは書いてません、うん、はい、で、しかもですね、完全に解けていないと言われました、はい、この、呪いですが、40にかかっていました、はい、ということであと3回呪いを解く必要があります、はい、でその3回は、全て、天上界で、はい、やることになります、はい、なので、精霊を取ってから、うん、この、はい、おじいさんに、ね、話しかけて、天上界3回目ですね、はい、で、アンチに入って OK、 はい、はい、先ほどの鳩も攻撃してしまうと非常にややこしい、はい、 あれも元人間みたいな設定になってるんで、はい、倒すと悪行カウントで、はい、カルマ下がって、はい、場面によっては罪です、はいはい、なので浅澄さんはあの鳩と、会うときはもう右手をもう離しますね、そう B ボタンから離しますね、はい、もううっかりね適正でやっちゃう、はい、で2人目の、ね、呪い解き人この人、うん、3人目この人、はい、3人目、MP 回復この人、うん、で、衣に神通力、はい、そして巻物4回目解いてもらった、はいはい、でこの RT では十字架いらないんですけど、はい、で天魔の羽というアイテムと、千景の水晶玉をもらいました、水晶玉は後で説明しますが、はい、天魔の羽は、使うと一定時間空を飛ぶことができます、はい、でこれで、精霊よし、はい、よし、やっこいな、うん、ではい、 OK、 はい、320ロットですね、はい、ということで、これでどうなったかというと巻物の呪いが完全に解けたので、この巻物の役割なんですが、これはですね、はい、まあ、平たく言うと、まあ、お姫様が囚われているところの鍵を開けるっていうような役割だと思っていただければと思います、はい、でそれがまあ使えるようになりましたので、はい、いよいよお姫様を助けに行きます、はい、ということで、敵地に乗り込みます、はい、ということでとりあえずまたアゾルバまず入りますね、うん、はい、あ、いいですね、うまい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 、とりあえず剣出しとかかるんですね、うん、で今度はですねカルマをあえてゼロにする必要があります、はい、ということで、元人間だった、このモンスターたちをですねもうね、はい、もうおむけ殺生なんですけども、これどん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 やっていきます、はい、はい、金お金増えてますね、はい、なんかまあ敵だからってことですかね、はい、はいはい、でこのジャンプですね、この敵の、うん、これがですねランダムなんでこれパターン化不可能ですね、はい、はい、ペン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 とですね、いやこれ危ない、いや、うん、ここ結構ブレますここは、うん、いやこのファミコン版のロマンシアの難しいところはあの戦闘に関わるところですね、はいはい、あの他のハードのはあんまりなんか戦闘バチバチにやるような感じじゃなかったはずです確か、はいはい、なので、この 敵とのやり取りですね、うん、が、一番難しいのは、このファミコン版ですね、あと6ですね、で、6、はい、ここ、はい、気をつけて、はいはい、ゼロにするとちゃんと、はい、ゼロですよ、ここ昨日練習でやらかしましたかね、はい、であんまり 右に行くな、右に行くな、うんうん、あ今日は安定取れゼロです、ゼロよし、はい、ゼロよし、ゼロよし、でゼロになってからじゃないと、はい、この王様の手前ですね、はい、を通ってはいけません、はい、もしも1以上カルマある状態で通過すると、はい、モンスターに変えられてしまいます、そうすると攻撃ができなくなってしまいます、はい、はいはい、で今度は中ボスの、巨大電電戦です、で巨大電電は後ろからこの辺に、多段切りをどんどん、はい、いいですね、ガン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 、はい、OK、 はい、早い
ありがとうございます。ということで、ね、あれができるかどうかみたいなところですね、RTA ね。はい。はい、で、先に進みます。お姫様探しですね。はい。で、あ、いましたね。あ、いましたね。で、その前にですね、はい、さらにボスがいます。はい。巨大異望の線です。で、こいつはこういうふうにたまに立ち止まるんで、そこを狙っていきます。はい、怖いな、あ、こっち行った、うん、右か左かよくわかんないですよね、はい、まあ、食らってでも やればいいんですけど、うん、あ、まあ、お、あとちょっと危ない、はい、危ない、あ、はい、いいですね、はい、はい、ということで、いよいよお姫様のフロアです、はい、で、これは全部除去する必要があります、はい、で、そしてはい、OK、よし、で、はい、何分今17分半、うん、だからまあまあ一応目標タイムですね、はい、はい、まあ、大体そうですね、まあここで18分寄りすぎてるとちょっと遅いかなって感じですね、はい、はい、調子いい時は16分前半とかですね、うん、はい、ということで、これで、なんか助けとか終わったかなみたいな感じになってるんですけど、そうですね、タイマーはまだ動いています、これは、はい、まだ前半戦終了という状況です、はい、はい、ということで、うん、よくと姫を助けて、礼を言うぞ、うん、そうすると、なんか不穏な音楽が鳴って、なんだこれだ、ね、なんかこのドラゴンが出てきてですね、うん、キャーですね、キャーですね、これね、ね、姫の魂をもらっていくぞ、なんだって、おお、なんということだ、姫の魂が抜き取られてしまうとは、うん、ね、なんかね、ずっと二人棒立ちなのがすごく気になるんですけども、うんうん、はい、ということで、まあ、よくありがちなね、王道、王道パターンのシナリオに入ってきます。ということで、後半戦スタートです。はい、で、後半戦、平たく言うと、あのドラゴンを退治するになります。うん、はい、で、その前にですね、安定チャートということで、こちらで、はい、縦、ね、縦を買いますね。はい、よいしょ、あ、ダメか。さあ、2段ジャンプ難しいんですが。これめちゃくちゃ決まってきた、はい。で、ここで、奥の部屋だと、1対1のレートで、交換することができます、はい、で、手前だと、2対1で、倍の、値段になります、はいはい、で2段ジャンプの使用をここで説明しておきます、はい、2段ジャンプなんですが、このジャンプ、一番高いところですが28ドットのところまで上がります、はい、なんですが、浮いてる間にもう一回ジャンプ入力すればいいんじゃないのって思うかもしれない、はい、そうじゃなくてですね、はい、そのうちの25ドットのところで押さないといけません、いや、これはかなり難しいと思うんですけど、はい、なのでちょっと癖が強いですね、はい、はい、なので、そんなに、頻繁に私はやらないチャート、はい、もう、必須としての、ね、先ほどの1回だけのチャートにしております、はい、で、薬取ってから、はい、で、アゾルマに乗り込むのでロッドが必要ですね、はい、で、今もこれで最後ですね、はい、最後7つ目です、はい、はい、ということで、はいはい、で、今度はですね、ここがもうね、自己ポイントなんですけど、割と、うん、今まで何敗したか分からないぐらいなんですけど今度は、カルマを30維持し続けなきゃいけないですね、はいはい、なので今度はアゾルバ国に入ってからは敵を倒さないようにして奥に進む必要があります、はい、ここなんだよな、はい、ちょっとアンテとかこれ鉛筆かね、ダメ、これちょっとここも避けるわ、はい、うん、もうすでに浅澄さんは右手、ちょっと話しますね、あの切ってはいけないので、これですね、やりますここ、はい、本当にあのうっかりですね、はい、あ、攻撃されちゃったっつって、他のアクションゲームのノリでですね、はい、シキーンってやっちゃうんですよこれね、はい、いやこれ、いや、きついきついきつい、はいはい、いや、きつすぎだろう、いや、きついな、まとわずでますね、そうで、今あのノックバックの方向の話なんですけど、これ、はい、あの主人公の向いている方向に依存するんではなくて、はい、敵の向いている方向に依存するので、はい、うん、あのロックマンみたいにあのあえて逆方向を向いて進むみたいな、そういう、うん、小技は使いません、はい、はい、いやー、これはそうですね、水中に逃げ込んで、ね、はい、そうですね、はい、まあ、体力はあるんで、ちょっと縦14ちょっと減りすぎですね、そうですね、これは今もちょっとね、ジャンプするしないじゃんけん負けましたね、はい、で、ここまあ隠し通路になっていて、で、あそこは、はい、火山の噴火口という設定になってます、はい、今落ちるとダメです、はい、いやー、ちょっとさ、ちょっとさなかなか、はい、で、ここもダメですね、はい、で、ここは安定で NP 値消費して飛んで抜けます、うん、そうするとさっきと違って、あ、そうですね、はい、キレの心のものなど豚になってしまえということで、ね、はい、猫じゃなくて豚ですね、これね、はい、チャダというモンスターです、はい、で、この状態ですと攻撃ができないのと、このように逆に攻撃もされません、うん、モンスター同士ですのでということですね、無敵ですね、で、とりあえずこのまま、先ほど、姫が囚われていた場所まで、一旦進みます、ここは特に難しいことはありません、はい、うん、単なる移動です、はい、ここ本当に粛々と移動するだけですね、はい、お
まあ、次の地下迷宮が非常に厄介ですよね。はい、で、姫が囚われていた場所の次の、フロアがですね、地下迷宮というところになってまして、ちょっとここ、私解説ともにいます、すいません。はい、地下迷宮ですけども 8×16 の広大なマップを、浅澄さんは、記憶して同じようなこの風景ついてるんですけど、1、はい、この1とか2とか言ってらっしゃいますけど、進む回数、はい、ちょっとここになってますけども、邪魔をしないように喋っていきたいと思います。でここの地下迷宮ですけども、順番を間違えると地獄部屋と呼ばれるところに、飛ばされるため、正確にこのマップの背景が変わらない状態ですけども、正確に間違えないように正しい順番で進んでいく必要があります。2、はい、1、2、はい、左、はい、1、はい、2、はい、3、はい、4、念のためチェック、はい、北村君、はい、そうですね、はい、ですぐ左、1、はい、2、下下がる、うん、1、はい、2、はい、右、これ下がる、はい、すぐ左、はい、でここで相手を検知してこれ下がります、はい、で終わりですね。はい、というやつですね、ですね、はい、素晴らしい、はい、まあ、この道順なんですけども、まあ、今更ですがノーヒントとなります、はいはい、総当たりでやれということです、ね、あるいは、あるいは攻略本買えということですね、はいはい、で説明書にはそうですね、あのマッピングのページがありますので、はいはい、そちらを見ながらですね、そう、あなたが頑張ってねというそういうことですね、はい、大丈夫でね、何回、はい、あでもいいのか、いいのか、はい、今日は MP 今この時点で1位から、はい、はい、この入り口ですね、30左、はい、はい、今何の話したかというとですね、これヒットポイントの値を見ました。でこう、はい、今入り口2つあったと思うんですけど、はい、ヒットポイントの値の偶数奇数で、当たり外れが決まります、はい、ということで偶数は左が正解となります、はいはい、必勝ガイドでは、2分の1の確率で決まると書いてますね。そうではないですね、はい、違いますねこれね、正しいことを書いてほしいです、はい、はい、ということで今ね、このように進んで、でここの分かれ道も上下にも奇数偶数のルールがあります、はい、で今29に減っているので、はい、奇数は上です、はい、こちらも、必勝ガイドブックには、2分の1の確率とか書いてあると、はい、違いますね、はい、違います、はい、ということで進んでいきます、はいはい、でここでなんかヘルプミーとかね、うん、助けてくれとかって言うんですけど、何のこっちゃ、これはですね、はい、何もありません、はい、何もない、はい、これは無視が 最善となります、はい、ということで奥に進みます、はい、よいしょ、はい、はい、まあ、ここもね、まあ、この方楽なんでね、うん、おっと、はい、でこっちとりあえず進みますね、はい、で進んでいるとですね、右上の方になんかおじいさんがね、こうやって見えますね、あの人に今会いに行きます、はい、ということで、この後上に移動します、うん、よいしょ、はい、まあ、ここも2段ジャンプでもいいんですが、そうですね、はい、でこれで、はい、よいしょ、で、うん、ここ変えとこう、はい、で 竜の仮面の下に何かあるって言われますね、はい、なんとここでやっと初めてのヒントを取得しました、はいはいようやくですね、しかでもかなりね、なんかぼんやりしたね、そうですね、まあ、この後、はい、何のことかっていうのを、説明します、はい、で、そしてこのゲームの、おそらく最重要アイテムといえる、はい、こちら、はいはい、ドラゴンスレイヤーですね、はい、聞いたことあるような、はい、このゲーム、日本ファルコム様の、ドラゴンスレイヤーシリーズ、はい、3作目にあたる作品となっております、はい、どこにもドラゴンスレイヤー3とは言ってないですが、ちょっとドラゴンスレイヤーシリーズのね、あのタイトルね、あのいわゆるね、ドラクエみたいなね、普通のね、なんちゃら1、2、3みたいな感じになってないんで、はい、分かりにくいんですけども、はいはい、これは、第3弾ということになります、はい、先ほどなんか長老がなんかしかしって言ってましたね。あ、そうですね、はい、ドラゴンスレイヤー授けよう、しかし…てんてんてんって言ってましたね、しかし、しかし悩めて、
の話なんですけども、はい、このドラゴンスレイヤー呪われています。はい、はい、なので、はい、これは使えないものになっていますので、はい、今、なんで引き返しているかというとですね、はい、その呪いを解きに帰るためだけに帰っているということです、はい、助けてくれて、もうまさに、ね、もう僕らの、ね、そう気持ちですね、助けてそうですね、我々助けてほしいですね、はいはい、ということで、今帰っています帰っていますね、はいはい、でここですね、先ほど何も言わなかったんですけど、はい、上通りました。これ上が、まあ、はい、要は正解なんですけど、これ下通るとですね、うん、途中でトラップが発動して、はい、画面全体が真っ赤になって溶岩まみれになります。あ、それ危ない。そうすると今ヒットポイントがゴリゴリ削られるので、はい、基本的にはいかないのが正解となります、はいはい、で今回そして、ね、ここ MP が結構残ってますね、はい、これあえてねプラス1残るようにしてで、ね、はい、でここも、下が、まあ、要は正解になります、はい、でここのさっきねなんか鳥を言いましたねこいつらね、うん、ね、これですね、通るとアイテムパクられます、はい、でこちら必勝ガイドでは、ゲームオーバーになる、ね、そこまでではないですね、はい、でここで竜の仮面の下を調べたので、はい、アイテムを取得し即使いました、はい、竜の仮面の下ってのはさっきのあれのことであれのフラグ立てに必要だったんですけど、はい、うん、王女のペンダントというアイテムを取得し、はい、即使用しました。そうすることでこのように脱出できます。はい、はい、ということで、まあ、呪いを解きに今帰ってるわけですけれども、うん、呪いを解く人は、やはり天上界にいます、うん、ということで4往復目、はい、いよいよですねとなります。うん、はい、よっこい。さあ、豚の姿ですけど勇者よって言ってたね、そう、分かるんかいってね、うんで、もちろん、今回は上に行くときは必ず墓場の鳩からキャッチですね。はい、皆さんも覚えましたね。はい、はい、で浅澄さんは自己防止のためにもう B ボタンから手を離しております。はい、怖いですね。危ない、おっかない、おっかない、はい、オッケー。で、よいしょ、はい、で、アンチに入ってお茶、はい、はい、豚ちゃん亡くなりましたね。はい、これで、はい、今ので殺されることによって戻ることができます。はい、休憩ですね、はい。はい、はい、ということで、はい、あと待つだけですね。うん、いやー、よかったよかった。とりあえず大半の積みポイントは、消化しましたね。そうですね、はい、くぐり抜けてきましたね。9割消化みたいな感じですね。はい、はい、はい、よいしょ。ということで、ここでやることは、MP の回復とドラゴンスレイの解除となります、はい、で MP の人はこの人ですね、やはり、はい、で、これ、はい、よいしょ、はい、ドラゴンスレイの呪いを解いて差し上げる、はい、ということで、これで OK です。はい、精霊もありますね。はい、はい、よいしょ、はい、ちなみに精霊はですね、立ち止まらないとダメですよね、使うときね、気をつけてください、はい、移動しながらだと空振りになりますね。危ない、うん、はい、よいしょ、OK、はい、で、これで、でいよいよ、はい、あのドラゴン退治ですね、はい、となります、はい、ロマンシアも持ってくることは、クリアの時までありません、うん、はい、よいしょ、ということで、はい、はい、もう一回ガラタール、はい、あ、今のとこ順調だ、そうですね、あ、いい、うまい、うまい、うまい、素晴らしい、はい、ということで今度は、特別カールも必要にならないので、はい、もう進行優先で、はい、どん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 切っていっても大丈夫です。はい、あ、ちょ、危ねって怖いな、いやー、これ、いや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 、痛い痛い、縦8、ちょっと今回縦かなり削られてるな、うん、よし、はい、これはまあ下行きたい、はい、OK、うん、で今度はですね、はい、先ほど王女のペンダントを使ったことによって、はい、行きはですね、ショートカットが、ここにあります、はい、で今度は落ちて大丈夫です。25は右、はい、25は右、はい、よし、はい、OK、はい、はい、偶数奇数ですね、はい、今度は奇数でしたね、はい、で今度はモンスターの姿になっていないので、はい、敵の対処が必要になります。怖い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 、ちょっと待って待って待って、いやー、落ちて、はぁ、家庭がだいぶ削れましたけど、いやー、もう嫌ですね、これ、うん、はい、ここね、これノックバックして あそこに押し込められてっていうですね、ヒーヒーがあるんでちょっとね、様子見ます。はいはいはい、はい、OK、はい、で、とりあえず、さっき言ったとこですね、はい、24、偶数下、はい、OK、はい、2分の1じゃないですね、はい、2分の1じゃない、はい、もうね、ヒヤリハットの戦いになりますね。そうですね、もうここも上に行かれたので、はい、
で今度は、はい、ドッペルゲンガー、はい、こちらモンスターになっておりませんので対処が必要なんですけども、はい、あっとっとっと、この、ドッペルゲンガーの、除去手段今持っておりません、はい、なので、聖なる衣の力を使って MP3 消費して、はい、無敵でやり過ごすことになります、うん、本来は、十字架ですね、あの序盤に取ったあれです、あれを使って、除去をするっていうことになると思うんですけども、はい、十字架ですね、使えるような状況にするまでにですね結構時間かかるんですね、うん、なので RTA ではちょっと、採用しておりません、危ないなこれ、うん、はい、間に合うかな、まあ、多分大丈夫、うん、よかったよかった、はい、で今度は、さっきはね、上と左に行きましたね、はい、ということで今度はねラスボス目がけて右に進んでいきます、はい、でなんですけどこのまま右にするとこの赤いゾーンがあってですね、はい、ありますね、ここを続かせるとなんとヒットポイント1にされちゃいますね、おー、あのですね、はい、これ最後のトラップですね、はい、ちなみに必勝ガイドだと、ここを通ると王子のヒットポイントを一気に3ぐらいまでにされてしまう、位置固定です、あ、そうですね、はい、そう嘘ですね、嘘ですね、はい、ね、ちゃんとやったのかという話です、はい、ということで、はい、ラスボス戦です、はい、でこのレリーフに触って、出ますね、で、はい、ここでちゃんと装備というかこうカーソル当てる必要があります、ガリ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 と、はい、はい、危ない危ない、よいしょ、これはまだ飛べてる、うん、で、まあ、この RT で一番時間がぶれるのが何といってもこのラスボス戦になります、はい、でこのラスボス戦のこのラスボスのご機嫌次第で、かなり、ぶれますね、あ、これまあまあだな、はい、あ、いいですね、で基本的には尻尾から狙ってきます、はい、であと多段切りですね、先ほど説明したと思いますけども、このね、で気持ち長めに押すとかっていう、ね、はいはいはい、のうまくやって、まあ、たまに剣飛ばしますけども、はい、剣飛ばしすぎると要はゼロにしちゃうとですね、ただ切りできなくなっちゃうんで、はい、それは気をつけたいですね、だからあんまり発射しまくるのも良くないですね、はい、うん、で、ちなみにここバカンダさん、このボス戦何分ぐらいかかりましたか、はい、僕はそうですね、この間ロケハンプレイやった時に20分ぐらいかかりましたね、はい、まあ、それでも結構早い方なんですけど、はい、それだとね今回の RT ね、ね、ESD ね、はい、オーバー確定ですね、そうですね、はい、なのでこれ調子いいときいろいろ絡むとここ3分かかんないですよ、はい、めちゃくちゃ早いですよ本当に、来た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 、あ、いいですね、これを使う、でこの天魔の花使いどころが大事ですね、うん、お返しいくと、あ、いいですね、いいぞいいぞいいぞ、ほら行け、ほら行け、よしよしよし、かなりもう順調ですね、うん、ちなみに必勝ガイドブックのこのラスボス戦のアドバイスですけど、はい、できるだけダメージを受けないように慎重に根気よくやればなんとかなるだろう、めちゃくちゃ早いじゃん、はい、そうね、そうね、そう、はい、で結構このゲームのね、まあまあ言うてユニークな、ね、ゲームとなっておりますので、はい、まあ、いろんなあの動画サイトとかね、このユニーク、はい、ユニークなゲームでよって紹介するあの VTR とかあると思うんですけど、はい、ね、動画とかあると思うんですけど、うん、このラスボス戦結構ね、はい、皆さん苦戦されてね、かなりの確率でね、うん、早送りされてますね、あ、ピピ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 ピってね、はい、よいしょ、もう気づけばもう、いや、これは早いんじゃねえか、そうですね、早い早い、まあさすがに自己ビは無理なんですけど、はい、安定チャットってことですで、タイマーストップのタイミングはこれ倒した後に上からあの青いオーブが降ってくる、それ取った瞬間です、はい、よろしくお願いします、はい、残り2、あー、まあ、しょうがない、いい、いいよ、よ、うん、今日やれてる、ちょ、怖えな、これうん、カルプル、まあ、しょうがない、しょうがない、うん、まあ今、ヒットポイント4でピンチに見えますけども大丈夫ですね、コンティニューがね、はい、できますんで、いやー、まあ、しょうがない、あ、落ち着け、落ち着け、うん、いやー、これ羽がちょっと使いすぎたな、これ、うん、まあでもだいぶ削ってますよ、これ、まあ、安定安定安定、うん、お、来ましたね、はいはい、はい、ストップです、はい、タイムは35分、あ、ストップですよ、ストップです、ストップです、はい、35分、今ちょっと遅れて止まったと思うんですけども、35分、まあ20秒台みたいな感じですかね、はい、はい、まあまあ目標タイムかなって感じですけどね、はい、はい、ということで、ここでエンディングですね、勇者魂を抜かれて、はい、私はあなたに救われということでね、はい、よかった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 、これタイムに気を取られてましたけど、お姫さん倒れたままでしたね、そうね、ずっとずっと倒れっぱなしでしたね、後半ね、放置されてましたね、はい、どうもありがとうね、どうもありがとう、はい、もっと言うことないのかって感じですね、うん、これね、命の恩人ですからね、言うてねはい、ということで、まあ、めでたく結ばれたということになります、はい、はい、
ということで、はい、まあ、これでエンディングで、まあ、はい、キャストロールが始まるんですけども、はい、まあ、この後ね、まあ、このゲームの中では、書かれていないんですけども、まあ、はい、公式でですね、後日談というのがありましてですね、はい、まあ、この、主人公のファンフレディ王子くんですね、まあ、道中ですね、はい、ノーヒントでいろんなことやらされたり ね、うん、そうですね、偽物をつかまされたり、ね、呪われたものをつかまされたり、はい、いろいろやらされてるんで、ね、はい、この後ですね、うん、人間不信になります、はいはい、そらなるわって感じですね、はい、ね、そらなるわって感じですね、はいはいはい、ということで、これで、ロマンシアある程度ですね、はいはいはい、ありがとうございました、はい、はい、まあ、私の感想から一応言うと、まあ、35分31秒、はい、まあ、時効米はこれよりあと4分ぐらい早いんですけども、うん、あ、すごい、はい、まあ、ちゃんとね、あのロマンシアの、RTA を皆さんに、はい、お見せすることができて、はい、よかったかなと思います。結構ね、はい、あの、私の、ね、当選が決まってからね、はい、ロマンシアの RTA やるのみたいなねリアクション結構あったんですけどね、はい、こういう風にやるんですよというのをお見せできてよかったと思います。はい、はいはい、ということで、はい、あとはバカンダさんの感想をまず、ね、そうですね、なんと言いますか、この RTA in Japan の前に僕もロケハンプレイやってたんですけど、もうさまざまなあの積み体験を経て、でこのすごいプレイをあの特等席で見てたんで、本当に、そうですね、素晴らしい景色見せていただいてありがとうございました。はい、はい、それでは、あとは、兄さん告知を通させてください、はい、それではバカンダさんの方からお願いします。はい、来月9月15日にですね、はい、東京の港区で、RTA in Shuran という、イベントがありまして、私バカンダ、グルーヴ地獄5というゲームで、お酒を飲んだ状態で、ボールペンを500本、はい、正確に作る、という RTA、参加しますので、はい、こちらよろしくお願いいたします。はい、はい、で、はい、では私の方も告知させてください。で、私の方も、実はその、インシュランの方出ます、はい、で、はい、やるゲームは、また全然違うジャンルなんですが、ファミコン版の妖怪道中記です。はい、はい、こちら走りますよ、はい、よろしくお願いします。はい、またですね、そのそれも少し前なんですが、8月31日、と、9月1日に行われます RTA チューブ2024という、イベントでですね、パネルクイズアタック25ですね、去年、はい、RTA in Japan で走りました、そちらを、はい、またやるということになります。はい、でそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、はい、以上となります。はい、はい、それでは、まだまだ、続きます。ファミコンはこれで終わりですけど、はい、次はですね、ゲームブーカラーですね。お、はい、メタルギアゴーストバベルですね、はい、浜瀬さんの、が奏者です、はい、ということで、以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。